はい、皆様こんにちは。本日はですね、こちらの箱の中にまあちょっと書いてあるんですけど、アクションカメラ対応って書いてある、まあとあるパーツが入っているので、こちらを紹介させていただきたいと思います。はい、改めまして、本日はですね、この箱の中にこちらが入ってました。このようなものですね。で、これ以外に、まあこちら先日 Amazon さんで購入したものなんですけど、ポーチですね。まあしっかりしたポーチが入っていて、まあちょっと私は使わない、あまり使わないのでこちらに入れちゃってますけど、元の箱の方ですね。で、本体の方なんですが、このようなものになってます。まあこれ何かっていうと、クリップですね。で、クリップで、こちらにこの GoPro のマウントがついておりまして、GoPro のマウントを、マウントに装着、GoPro を装着できるクリップマウントっていうのかなですね、になってます。で、GoPro のクリップなんですけど、私が以前使っていたものは、まあ、こちらになるんですね。で、こちらはまあ普通にクリップの機能と、あとはこのようにマウントが回転できるようになって、この2つの調整プラス GoPro のこの角度が調整できました。で、一般的に使用するんだったらこれで問題ないはずなんです。ただまあ私がこう使っているリュックだとか、あとまあ私の体型的な問題、ちょっと筋肉質なもんで、この胸が厚いんですね。で、そういうの状態でこうリュックサックとか背負うと、こう肩紐が平らなところからこう胸の肉でこう少しこう傾いてしまうんです。するとクリップをこう装着していると、まあGoPro をこう縦にしますとして、こういう風にしてこうつけると正面向かないんですよ。まあ、ちょっと極端に表現してるんですけど、で、この状態でいくらこう調整しても GoPro でこう正面歩きながら撮りたいなっていう時は、もう体をこうひねって撮るしかなかったんですね。今までこう正面向いてたら、これでもちょっと右にこう傾けるような形で使ってました。で、まあこの状態で歩き回ってると腰が痛くなるんですよ。当たり前なんですけど、体ひねってるんで、まあ、なのでこれじゃちょっと良くないなというところで、こちらを購入した形です。で、こちらはこのように、まあ普通にこう GoPro のマウントがついてるのと、で、こちらにまあ三脚みたいな、三脚の雲台みたいなものがついていて、このネジを緩めますと、これがこう自由に動きます。まあもうこれでお分かりだと思うんですけど、こうクリップでこう固定しました。まあこう私の使ってる肩紐がこういう格好だったとしても、ここからこの 3D に動くので、これでこう正面向けることができるんですよ。 この移動 で正面向けて角度の調整だけでしっかりと撮影できるんですね。で、これもまたさらにこう内側につけたりとか、まあつけるの斜めにしてあげたりとかすると、さらにこう微調整が効くし、融通も効くので、このようにですね、またそういう使い方が推奨されてるわけではないですけど、こう置いていただいて、簡単なこう三脚代わりみたいな形にも使えます。で、その際もこう 3D にこう雲台みたいな動きをするので、いろんな調整ができます。で、GoPro 程度の重さでしたら、ここをまあしっかりまでいかなくても、こう軽くキュッと締めていただけるとしっかり固定できて、でもこう強めに動かすと、こう少しだけ操作できる形ですね。なので装着しながら微調整ぐらいの動きができるかと思います。で、このネジですね、これ付属していたものになるんですけど、ネジはおそらくこれちゃんとステンレスでできてるんです。質感的なものとこう色合い的なものなんですけど、あれです、磁石にもくっつかなかったので、おそらくステンレスだと思うんですけど、まあ、なのでこう水とか水遊びとかですね、そういうところとか使ったりしても錆びにくい。でもまあこのクリップのところがおそらくこれメッキなんで、あんまりやっぱりそういう派手、海水とかそういうのは勧められないんですけど、こっちの方がまあ壊れにくいよっていうところで、作りとして材質としては悪くないんじゃないでしょうか。で、ここもプラスチックなので、おそらくそんなにこう長期間ずっと使えるよっていう耐久性はないんじゃないかなって私は思ってます。1年2年3年としていくと、やっぱりプラスチックでどうしてもこう紫外線とかで劣化してきちゃうので、ただまあそれはこちらでも一緒、どれ使ってても一緒だと思うので、金額的にすごく高いもんじゃないんで、こう便利なものというところでこう使い倒して、またその時にこう必要になってきたら買えばいいんじゃないかなと思いますね。で、こちらを使って最近お散歩動画っていうのをいろいろアップしておりますので、
私の YouTube チャンネルからいろいろ見ていただけるととても嬉しく思いますので、ぜひチャンネル登録いただきながらそういうのも楽しんでいただければといいなと思いますね。で、他最近私東京に住んでるので、新宿御苑とか、あとはその井の頭公園とかですね、そういうところをお散歩行ったりしてるんですけど、他にもこう面白そうなところを見つけて、まあ、これからそのコロナ明けっていうところで皆さんがいろいろ移動するようなところじゃない、ちょっとマイナーなところっていうのは、私は静かなところが好きなので、そういうところをうろうろしてると思います。なのでそういうところの動画をアップしていきたいと思いますので、お楽しみいただければとても嬉しく思いますね。はい、本日はこちら GoPro 関係、アクションカメラ関係のマウントがついた雲台のようなこの機構のついたクリップですね、こちらを紹介させていただきました。で、挟む力はもう結構十分で、指挟むと結構痛いなという。で、この中はギザギザ、結構すごいギザギザになってるので、引っ張って外れるのはなかなか難しいんじゃないでしょうか。痛いですね。まあ、なのでリュックとかを挟んで、リュックの肩紐を挟んで外れるかっていうと、もう最適にグッと引っ張らない限り外れないんじゃないかなと思いますね。はい、こちらのようなこの一般的な機構ではなく、この雲台のような機構のクリップを紹介させていただきました。はい、本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。本日はですね、この GoPro、まあ、アクションカメラ関係のパーツっていうところなんですけど、普段はオールドレンズとか、まあ、カメラ関係の部品っていうのをメインに紹介させていただいておりまして、そういったものが好きな方いらっしゃいましたら、ぜひチャンネルの登録をいただけると嬉しく思います。で、このように私も撮影をいろいろ楽しんでるので、そこで便利だなと思ったものっていうのも紹介していきますので、まあ、ぜひ見ていっていただいて、興味がありましたらチャンネルの登録もこちらもしていただければ嬉しく思いますね。で、私の励みになりますので、ぜひいいねのボタンを押していただけるととても嬉しく思います。はい、本日もありがとうございました。失礼いたします。